美味しい登山始まるよ。おはようございます皆さん。時刻は7時40分になりました、はい。今日はここじゃ近鉄御所駅にやってまいりました、はい。今日はここから、はい、桂木山のツツジを見に行きます。はい、連休中の親玉です。桂木山のツツジを見に行きます。連休中の親玉ってね、中の親玉です咲いてるんですかね。どうでしょうね、はい。それでは今日も元気に行ってみよう。二条山。あ、めっちゃ分かりやすい二条山。二条山って感じ。なんかね、奈良側から来るのがね、ほとんどないからね。このビジュアルが結構、こうなんやね、大トレってって感じやね。岩橋山あの辺やろな。岩橋山あのでかい感じたのに、あんなちっちゃいんやな。へー。桂木、今後。そらあんた大トレから来たら桂木山遠いはずやで、結構遠いこれ。遠いな。なこれちょっとずる、はい。ファミマでお買い物をしまして、ただいま8時1分です。はい、1.8キロ、はい。こんなね、全然スタート地点やのに、こんなに近く山頂見えてると、ほんまにずるした気しかせんね。ずるって感じ。いい、あ、信号変わったよ。大丈夫？早く、早く。こっから登るの？あれやね、ロープ。時刻は8時36分、はい、4キロ。ここから登山開始です。え、8時38分です。押す押す、はい、8時40分北尾根コースとクジラの滝コースの分岐点です。北尾根コースで行きます。北尾根コースっていうからには、あの尾根沿いの葛城に行けるコースなんやろな。いや、葛城に行けるよ。クジラとの滝と北尾根。もうだいぶ近づいてきてる。めっちゃ人気ルートやんかこれな。はい、だいぶ上がってきました。
そうですね、あの、ここが一応でしたけどね、うん、あの、ハイカーだらけでしたね。じゃあみんなきっとカツラギのツツジを求めてる。近く見えたんやけど、意外とあるな。いや、下から見たときはね、めっちゃ近いやつなんですよ。これせっこいな思ったんですけどね。いやいや、なんのなんの結構ありますわ。なめんなよ、言うとる。なめんなよ、言うてる。57分、距離は 8.3 キロ、いいね、ここから来るの、イエーイ。まあまあ赤くなってるね。来ました。ワクワク、どんぐらい咲いてるでしょうか。あ、サラマージュ、前に出てたね。頑張って頑張って、投げ銭したけど。あ、およ、近く、近く、あっちにしとこうよ。そっちやろ。まで降りてみたいと思います。今年はどんな色でしょうか。行ってないから。あ、そっかそっか、そう、長井公園ぐらい。すいません、私の中の緑は長井公園。でもまだこれから咲くやつもあるんちゃう。来たぞ。うわ、ツツジのトンネル。あ、きれいきれいきれい。
綺麗やな、真っ赤っか。うわ、これはいいの撮れたら、また撮ってもらった。うん、こういうことだったんやな。一目千本。いや、一目一万本。一目100万本ですよマジで。うん、もう100万本もないらしいけどな。あ、うん、でも見事なもんやで。うん、まだつぼみのやつとかもありやな。そうやな、うん、はい、はい、自撮り。この辺まだつぼみやから、まだこれからやで。すごいね。うん、つぼみのとこもあるけどね、うん、でもやっぱりほぼ咲いてるよね。うん、ここ2、3日で一気に開花したんやろな。わあ、いいねツツジのトンネル、うん、癒されるわ。あ、つぼみのとこあるね。うん、見頃でしょ。うん、このままダイヤモンドトレイルを進んで水越峠へ降りることにしました。はい、なんか来た道引っ返すっていうのがね、うん、のイマイチやろ。うん、うん、私もそう思う。で、水越からバスが出てれば、うん、バスです。バスに乗れます。はい、ないかもしれません。はい、データとかしよう。11時5分です。はい、10.8キロ。はい、水越峠。はい、あ、いや、どうでしたかね。あ、いや、なんか久々に通るとね、こんな段差も大きい道だったかなと思ってね。なんかこんなに通ったで。いや、そんなに久々じゃないけどなんだろうな、なんかね、膝を痛めたらあかんという意識とかがね、年とともに働いてくるからね、なんか前ほど思いっきり行けたよね、はい、っていう感じでした。綺麗かったね。うん、入んの？入らん。今後行くんか？うん、無理やろ。もうええな。うん、はい、はい、時刻は11時25分。距離は 12.5 キロ。はい、降りてきました。時刻は11時47分。なんと富田林駅前が乗りたいと思います。距離は 15.3 キロです。はい。ゴール。
のめっちゃ久しぶりなんやけどね。いいんすかね、贅沢しちゃって。いただきます。ゴールデンウィークスペシャル、オーイエーイ。連休じゃないけど、甘い。いくらもおるで、これ。おここにもある。おいえい、カニグラタン。カニグラタン、カニグラタン食べますよ。結構めっちゃテンション上がるんですけど、楽しい。昼飲みは酔うよ。昼飲みはね、なんか必要以上に酔う。うん。なのでこれ見てね、笑ってくれてるはず。あのご夫婦の方は笑ってくれてるはず。っていうの、ちゃんとカニの味もするしね、美味しいよ。ホルモン、しっかりめの量、ほっとくな。何食べても美味しいな。何食っても美味しかったですわ、ほんまに。肉も柔らかかったし、また来たいと思います。はい、お願いします。再生。